形式科学とは、形式体系に関係する科学の総称である。論理学、数学、システム理論に加え、計算機科学、情報理論、ミクロ経済学、統計学、言語学など数字を扱う形式的といった分野の理論ベースの再分野がこれに含まれる。形式科学で扱うのは、記号システムによって記述される抽象的構造であり、結果は、コーや、 理論上のアイデアから推論のみによって導き出される。これは自然科学が現実世界を扱い、観測、観察から得られた知識をもとに結果を導き出すのと対照的である。しかし、形式科学で扱う体系は現実世界のものをモチーフしたものが多い。また、形式科学の結果は自然科学において現実世界を簡潔に理解するための構造を 作るるのに応用されることが多い形式科学で扱う体系は純粋に理論的なものであるので現実世界そのものではない。しかし時として理論的なモデルは現実世界を完全に描写することができるとか理論が現実そのものであるなどと信じられてしまうことがある。形式科学は科学的方法が確立される前に始まった。最も古い数学の資料は 紀元前1800年、紀元前1600年、紀元前1800年に遡る。その時から、インド、ギリシャ、イスラムの数学といった異なる文化で、数学者たちは数学に多大な貢献をした。一方で、遠く離れた中国や日本は、自国独特の数学的伝統を発達させた。数学に加えて、形式科学の分野としての最も古い例の、 一つとして、論理学がある。推論の方法の明確な解析としての論理学は三つの異なる場所に起源を持ち、持続的な発達をした。紀元前6世紀のインド、紀元前5世紀の中国、紀元前4世紀から紀元前1世紀にかけてのギリシャである。形式的に洗練された近代論理学の扱いは、アリストテレスの高論理などで知られ、後に、 イスラムの論理学者たちが発展させたギリシャ流のものによるインド流の論理学は早期近代まで続いた。中国流の論理学は中世においてインド流論理学が採用され生き残れなかった。形式科学の他の多くの分野が数学にとても頼っているため、それらは数学が比較的高度に発達するまで存在しなかった。フェルマー、パスカル、ホイフェンスは 確率論を創始した。1800年代はじめに、ガウス、ラプラスは保険と政府会計における統計の利用を説明する数理統計学を発展させた。数理統計学は20世紀はじめに数学の一分野として認識される。20世紀中頃に新たな数理科学とオペレーションズリサーチやシステムエンジニアリングといった工学の分野の流星によって 数学は広げられ豊かになった。これらの科学は、情報理論、数値解析、理論計算機科学を刺激した電子コンピュータの発展とその基礎となる電子工学な研究に資した。また、理論計算機科学は、計算理論を含む数理論理学に資した。なぜすべての科学に比べ数学が特別に感じられるかという疑問に対しての一つの答えは、その法則が、 絶対的に確実で論争になり得ないからだ。一方で、他の諸科学は一定程度議論の余地があり、新しく発見された事実によって、権威の座から引きずり下ろされるという危険が常にある。アルバート・アインシュタイン自然科学や社会科学といった経験科学とは違い、形式科学は経験的手続きを含まない。形式科学はまた、 偶有的な事実についての知識を仮定しないし、現実の世界を記述しない。この意味で、形式科学は論理的にも方法論的にもアプリオリであり、その内容と妥当性はいかなる経験的手続きとは独立である。形式科学は経験的内容を書いた概念的なシステムだが、それは現実世界との関係が全くないというわけではない。その関係というのは、 形式的主張は全ての想像し得る可能世界で成立するということである。一方で一般相対性理論や進化論といった経験的理論に基づく主張は全ての可能世界で成立するとは限らないのと同様に最終的にはこの世界でも成立しないかもしれない。つまり形式科学はいかなる領域においても適用可能であり、 いかなる経験科学においても用いることができるということだからだ。形式科学は非経験的な性質を持っているため、考慮や定義の組み合わせを設定することにより、それとそれにより演翼される定理によって構築される。言い換えると、形式科学における理論は総合的主張を一切含まない。つまり、すべての主張は分析的である。ありがとうございます。